フランツ・ヨーゼフ・プリンツ・フォン・トゥルムント・タクシスは、ドイツの貴族、実業家。トゥルムント・タクシス公爵家課長。全名は、フランツ・ヨーゼフ・マクシミリアンガ・マリア・アントニウス・イグナティウス・ラモラル。トゥルムント・タクシス公アルベルトとその妻で、オーストリア大公、ヨーゼフ・カールの娘のマルガレーテ・クレメンティーネの間の、長男として生まれた。洗礼式には、オーストリア皇帝、 フランツ・ヨーゼフ一世が出席した。家庭教師に教育を受け、後に、ストラスブール大学とライプニッツ大学で学んだ。第一次世界大戦が始まると学業を中断し、プロイセンのエリート部隊にあたるこの絵部隊に入隊する。戦時中、中尉にまで昇進し、戦争が終わると、レーゲンスブルクに帰った。オーバープファルツのノイエゴルフスハイムの上官に今日構え。 トゥルン・ウント・タクシス家の財産を管理運営した。また、狩猟、歴史、芸術などの趣味を追求する生活を送った。後には居城にある私的な図書館をトゥルン・ウント・タクシス、高級帝図書館として州に移動している。1939年、ナチスドイツ政府の下で、ポーランド侵攻に従軍する。翌1940年には、フランス侵攻にも従軍している。 フランス中東軍の一員として2年半を過ごしたが、1944年にアドルフ・ヒトラーが出したドイツ国防軍に所属する貴族の無能を断劾する、布告を受け入れたビルヘルム・カイテル元帥の命令で除退処分となった。一人息子で後継ぎのガブリエルは、1942年12月17日のスターリングラードの戦いで戦死した。第二次大戦後、 加産を経営する傍ら、レーゲンスブルクの歴史的景観とトゥルムーンとタクシス、家の本拠にあたる同士のエメラム修道院宮殿の保護活動に取り組むようになった。1963年、レーゲンスブルク市の経済的、社会的、文化的な諸問題に対する大いなる貢献により、レーゲンスブルク名誉市民となる。1971年に亡くなり、 エメラム修道院内の墓所に葬られた。レーゲンスブルクには、彼の名前にちなんだ、フランツ・ヨーゼフ公正史通りがある。1920年11月23日、ポルトガル王位請求者、ミゲルの娘、イサベル・マリアと結婚。翌年、弟のカール・アウグストと、イサベル・マリアの妹、マリア・アンナが結婚している。フランツ・ヨーゼフ夫妻は一男四女の五人の史上、 儲けた。ありがとうございます。